TV のお時間でございます。さあというわけでございまして、今回はこちら、じゃーじゃーじゃーじゃらーゴンゲ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 、はい、七夕ということでございましてね、短冊にお願い事してみました。イナリッシュ、はい、ということでございましてね、せっかくの七夕なのでお願い事を書こうと思いますけども、はい、まあそもそもね、七夕なんでお願い事書くのっていう話ですけども、もともとはこう字がね上手になりますようにっていう、確か平安時代だったかな、はい、あまあ短冊にまあ習字でね、はい、あのお願い事書いてそれを吊るして、まあ文字が上手になるようにってお願いしてたのが、まあいつしかいろんなお願い事をね、書くようになりました。まあそんなわけでございまして、まあこの紙にですね、欲望の限りをぶちまけていきましょうかね。ということでいくつかこう、まあでも毎年必ず書いてるね、お願い事がありますんで書いてきますか。よいしょ。これでもさ、七夕の時って大体こう雨降るでしょね。なんでだと思う？ね、まあ、ちょうど、梅雨が明ける明けないっていうのもあってね、それでこう、季節の変わり目で、雨が降りやすいっていうのもあれば、ね、やっぱこう、一年ぶりに会った織姫と彦星ですからね、やっぱこう、嬉しくて涙雨だって言ってるのもあるでしょ？ね。でもね、これ僕説っていうね、俺ともう一人ぐらいしかちょっと、それを支持している人がいないんですけども、やっぱね、毎日会ってた恋人たちだよ、ね、まあ自分たちの生徒はもう1年に1回しか会えないんですよ、ね、もう1年に1回しか会えない人たちが久しぶりに会ったら、もうそりゃずぶ濡れっすよ、大雨っすよ、ねっていう説をね、僕の周りで言ってるんですけども、僕ともう1人しかね、それ支持してる人はいないんだよね。ベベンできた。はい、ものすごい時間ですから、あと 1,2 枚しか書けないね。これじゃーん、人格が壊れるほどお金持ちになる。これ毎年必ず書いてますからね、今年も例に漏れずね、書いていきたいと思います、はい。まああと 1,2 枚ね、書こうとすると思いますけども、まあじゃあこれ早送りで言っておきますかね。よいしょ。じゃあじゃん、ハニートラップされるほど売れる。ね、もうこれ時事ネタ、ね、ちなみにお酒5杯飲んでも頑張れる、ね、お酒、強いお酒5杯飲んでも頑張れるもんね。一番大事なやつ書いていきましょう。できました。ででん、売れる、売れたいっすね。ということでね、まあいろいろとこうお願い事を書いてですね、七夕乗っかっていきたいと思います。というわけでございまして、今日は七夕なのでお願い事してみたでした。エナウィーシュ。皆様のチャンネル登録お願いします。シャス。さあ、お願い事をせっかく書きましたけどもね、笹の葉がないのでこんなもの用意しました。じゃーチャーチャーチャラー、ゴンゲンゴンゲンゴンゲン。なんかでもいい感じじゃない、これ。イナリッシュ。